モンショ章ミコワイクシシュトフラジビューは、ポーランド・リトアニア共和国の大貴族、公、焼セロトカは、古事を意味する衣装。ミコワイクシシュトフは1586年からネスビジの、初代、オルディナトとなった。1569年より、リトアニア副区内長官。1579年より、リトアニア区内長官。1586年より、トラカイ上代。 1590年より、トラカイ県の1604年より、ビリニュス県の県知事をそれぞれ歴任し、シャウレイの代官でもあった。彼は父ミコアイラジビウチャルヌイの信奉していたカルビニズムを捨て、カトリック教徒となった。弟たちも長兄に習って、これに続き、1584年に結婚した妻、ハラシュカもカルバン主義者だったが、夫に従いカトリックに回収した。 ミコアイクシュトフはモスクワロシアとの戦争にたびたび参加していた。ヤヌシュラジュビウのように一族の王朝化を追求するようなラジュビウ家の他のメンバーたちとは違い、彼は共和国の政治問題からは距離を置いていた。特に国王ジグムーンと賛成を脅かそうとする政治同盟が起こしたゼブジドフスキの反乱では、ミコアイは一貫して国王と ポーランドリトアニア共和国を支持する国王中世派の軍隊を支援し続けた。この反乱の際、彼は反乱軍の降伏を引き出せる人物として大変な期待を受けていた。ミコワイクシシトフラジビューシェロとかの鎧とはいえ、彼もまた一族の利害関心には敏感であり、先の反乱の首謀者の一人だった親族やシュラジビューに対する国王の恩赦を取り付けている。しかし、 ミコワイクシシュトフはマタイトコクシシュトフラジビウピョルーンが始めたリトアニアを内戦状態に導きかねない他の大貴族家紋との争いに関しては協力するのを拒んでいる。またミコワイクシシトフは聖地イエルサレムへの波乱万丈な巡礼について表した再起に飛んだ旅行記を1601年に出版したことでも有名である。この旅で彼はパレスチナのみならず シリア、エジプト、クレタ、ギリシアをも訪れていた。彼はまた、積極的な文化事業や事前事業でも知られる。彼は、たくさんの城、回廊、病院や教会などを建てたが、その中でも最も華麗なものは、所領のネスビジュに造営されたイエズス会のための教会である。この教会の一部を構成する、礼拝堂は、建設後250年以上もの間、 一族の母病として使われ続けた。後年、息子の一人で、ホスピタル騎士団の団員であったジグムント・カロルは、ストービツェに、騎士団の支部を設置している。ミコアイクシシトフは、自分の城下町であるネスビジに建てた城の中に、図書館や、一族の肖像画を飾るギャラリーを設けた。こうした活発な事業展開のため、彼の領地には、多くの熟練した職人や商人たちが集まっていた。 ありがとうございます。